2032年、東京ウォーターフロントに突如として怪しげな塔が出現した。塔は強烈な磁力を発し、周囲を破壊。一夜にして辺り一面を荒野に変えた。調査の結果、その塔は異空間からの侵略者デバステイターの手によるもので、我々の空間とデバステイター側の空間を入れ替えるための触媒らしいということが分かった。早くから異空間の存在に気づき、その対策を行ってきた八重洲工業は、独自に開発した可変ロボット兵器ベクターバーサスを用いて塔の破壊を狙う。あの空間にモンスターがいることが判明した以上、我々はそれとの格闘戦を余儀なく。しかし、東京ウォーターフロント周辺は塔に軍事的価値を見出した超国家軍事組織などによって制圧されている。